マンブルはゲーマー向け音声通話用 VOIP アプリケーション。スカイプ、ディスコード、チームスピークなどと同様フリーソフトウェアとして公開されている。クライアントサーバー型アーキテクチャを採用していて、ユーザーが同じサーバーを介して互いに会話できる。非常にシンプルなユーザーインターフェースを備えており、高音質と低遅延を特徴としている。すべての通信は暗号化され。 ユーザーのプライバシーが確保される。マンブルは無料のオープンソースソフトウェアで異なる OS でも使用可能なクロスプラットフォームとなっており修正 BSD ライセンスの条件の下公開されている。マンブルサーバーにはルートチャンネルとその下のチャンネルの階層ツリーがある。ユーザーはこれらに一時的にチャンネルを接続することでより大きな仮想チャンネルを作成することができる。 これは、チーム戦の f p s などのゲームの大規模イベントなどで、グループのユーザーが小さなチャンネルでチャットしている場合に、他のユーザーと共通のルートチャンネルのアナウンスを聞くことができ、役立つシステムである。各チャンネルには、グループの関連セットと、ユーザー権限を制御するアクセス制御リストがある。多くの使用シナリオをサポートしているが、チャンネルの構造が複雑になりやすい。マンブルは、 以前のデフォルトコーデックだったスピークス及びケルトに続き、さらに低遅延なオーディオコーデックであるオーパスバージョン1.24を使用している。この音声圧縮技術とマンブルの設計によって低遅延の通信を可能にしている。つまり、一方で何か言われてからもう一方で聞かれるまでの間隔が短くなることで、よりリアルタイムに近い会話が可能になった。また、 マンブルにはエコーキャンセル機能が組み込まれており、スピーカー、または低品質のサウンドハードウェアを使用する場合のエコーを低減する。マンブルは TLS 制御チャンネルを介してサーバーに接続し UDP を介して送信される音声は OCB モードの ICE で暗号化される。バージョン1.29現在、マンブルは可能であれば e c d i GCM 暗号スイートを優先し、 完全な秘密音声転送を可能としている。なお、バージョン1 2例以降では、ユーザーのパスワードによる認証はサポートされているが、一般的には公開鍵証明書の形式での認証を推奨していない。ゲーム画面上で表示される統合オーバーレイがあり、誰が話しているのか、どのリンクチャンネルにいるのか、わかるようになっている。バージョン1.0以降、 ユーザーはアバターをアップロードして、オーバーレイで自分自身を表すことができ、ゲームをプレイしている時にもより他のプレイヤーを識別しやすくなった。バージョン1.2の時点で、オーバーレイは、Windows 上のほとんどのダイレクト3 d 9 1 0およびオープングルゲームで動作し、Linux および MacOS 10でもオープングルのものをサポートしている。なお、Windows 上でのダイレクト X11 ゲームの サポートは後のバージョンから行われるようになった。特定のゲームではゲーム内のプレイヤーの位置に応じて立体的に他のプレイヤーの声をが聞こえるよう音声に変更が加えられる。これには方向感覚だけでなく距離感も含まれ、特に FPS ではこの要素は重要である。これを実現するために マンブルは各プレイヤーのゲーム内でのポジションを全てのオーディオパケットで同じゲーム内のプレイヤーに送信する。マンブルはこれを行うために必要な情報をゲームプログラムを実行しているメモリ本体から直接読み取るか、いわゆるゲームとはプラグインを介して必要な情報を収集する。マンブルとのゲームのリンクプラグインはマンブルプロジェクトが提供する。 小さなソースコードをゲームプログラムに含めることで、一オーディオに必要な情報を公開する方法が、ゲームに提供されているバルブ製のゲームエンジンである、ソースエンジンを採用する FPS ゲーム、カウンターストライク、チームフォートレス2、デイオブデフィートット、ソース、ハーフライフ2や、MMORPG、ギルドウォーズ2などの有名なゲームが、マンブルプラグインを実装している。もともと、 デスクトップ版のみだったが、現在では iOS 用の Mumble for iOS や Android 用の Plumble for Android が提供されている。Mumble は既存の技術的及び社会的構造に適合している。そのため、サーバーはインターネットコミュニケーションズエンジン上で完全にリモート制御可能、ユーザーチャンネルと仮想サーバーインスタンスを操作できる。このプロジェクトでは、 インターフェースの機能を示す多数のサンプルスクリプト既存の PHPBB やシンプルマシーンズフォーラムのデータベースを使用したユーザー認証などの機能を提供するプレハブスクリプトを提供しているマーマーサーバーはデフォルトでポート 64738TCP および UDP を使用するマンブルサーバーの代替ミニマリスト実装はアマーマーと呼ばれ 例えばオープンルートを実行するレジデンシャルゲートウェイなどリソースが限られている組み込みデバイスへのインストールを対象としている。他の多くの VOIP クライアントと同様マンブルサーバーはローカルでレンタルまたはホストできる。マンブルサーバーをローカルでホストするにはマーマーをダウンロードして起動する必要がある。サーバーの構成は構成ファイルを編集することで可能。 構成ファイルには、サーバー名、ユーザー認証、音質制限、及びポートに関する情報が含まれている。また、サーバーを内部から管理するには、ユーザーに管理者権限を付与する必要がある。あるいは、スーパーユーザーアカウントにログインして、ユーザーを管理することもでできる。サーバー内の管理者は、ルームを追加、または編集し、ユーザーを管理し、サーバーの情報を表示できる。 ありがとうございます。